言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです、ね、バズリズムでの BE:FIRST のやつもあったし、ミュージックフェアとかベニュー101もね、今日は9日でありますから、いろいろと忙しいところなんですけどね、本当にありがたいことでございますね。その中でちょっと忘れがちになりそうな諸々の情報があって、本当に見落としていると、いや見落としているとなんか大事なところすごいあるなと思ったりするんで、まあ、今回その3つほどあったんで、ちょっとそれを語ろうかなって思いますね。一つは、マナト君が語っていた、グロリアスですね。高校サッカー選手権、高校サッカーのあちらの、まあ、応援歌でございまして、そちらの裏話と、それから、シュント君が以前出演したとあるスタジアムライブ、まあ、ここでもうすでにわかる方もいるかもしれない。こちらの話。で、ジュノン君が、レオ君、のような感じで映画関連の仕事があって、ね、ジュノン君も映画好きで、なんかレオ君と一緒に見に行ったみたいな話も以前聞いたりとかするから、ちょっとこれは普通にね嬉しいですし、私もね映画は結構見るので、そんな感じでちょっとそれもあったので、その話があって、結構インタビューが感動すると言いますか、BE:FIRSTだな、ジュノン君だなって思いましたし、またね、ジュノン君がクールな彼がこれを言うから素敵だなっていうところもあったりするんで、はい、まあ、クールな彼と言いつつ、結構ね、他のメンバーといる時はまあまあ喋るっていうか、結構ね、そういう感じらしいですけどね。あと高校サッカー日テレ公式の BE:FIRSTのインタビューが結構長く続いておりまして、その中でグロリアスの応援歌の作曲についての話をマナト君がしてまして、実は2曲作ってたって話をね、まあ、ジュノン君と入らせていただいて、実は2曲作ってたっていうことと、結構ジャンルとしてもこうはっきり分けられるような、そういう感じの作りをしていた、まあ違う感じの曲っていうことでしょう。で、それで一つ選んだみたいなところもあるので、いやなんかさらっとね言ってましたけれど、もう完全にミュージシャンのそれじゃんって思ったりなんかしてっていうことですね。いやなんかすごいですね。そっちの今回そうならなかったような曲もちょっと聞いてみたいような気もしますけどね、うん、なんかそういうこともあって、なんかそうより応援をするっていうことを考えた時に、その今回のグロリアスの感じを選んだみたいな、そういう形の話みたいでございましてね。っていうことで、なんかね、本当に龍平くんとかもね、趣味で作曲してるみたいなことをラジオとかで言ったりとかするんで、なんかだから今回はマナト君とジュノン君でしたけど、他のメンバーもやっぱり作曲とかもしているんだろうなっていうね。レオ君が作詞で今回参加もして、作詞作曲みんなしてるんだろうなっていう気がするっすよね。うん、なんかまだだから隠してはいないんだよね、言うタイミングがまだって話で、これから解禁されるいろんな情報もあるんじゃないかなって気もするんでね。まあそこも楽しみですよね。続きまして、シュント君が、まあ出演もしたスタジアムライブっていうことなんですけど、まあ冒頭で分かった方も多いと思います。ウーバーワールドさんですね。ウーバーワールドさんの日産スタジアムライブを全国11カ所の映画館で上映という形でございます。これがですね、ウーバーワールドのライブブルーレイオア DVD が12月の20日にリリースをするっていうことで、で、この映像が12月の29日に全国11カ所の映画館で上映されるということです。その映画館に関してはちょっとまだ今の段階だとどこでっていうのは分かりませんが、わからなくないです。わかりました。と書いてあった。はい。音楽ナタリーさんの方の記事であるんで、写真があって、それで見れるんで、ちょっとそちらで見ていただければと思いますけど、まずチケット代が3500円ですね。で、全国11劇場で18時開映ということです。東京のユナイテッドシネマ豊洲、埼玉ユナイテッドシネマ浦和、千葉ムービックス柏の葉、愛知ミッドランドスクエアシネマ、大阪ナンバーパークスシネマ、京都ムービックス京都、滋賀ユナイテッドシネマ大津、北海道ユナイテッドシネマ札幌、福岡ユナイテッドシネマキャナルシティ13かな、13か13、宮城ムービックス仙台、岡山ムービックス倉敷ということで、この11箇所のようでございます。個人的にはあれですね、関東で東京と千葉2カ所あるの嬉しいですね。柏は行きやすいかな、うん、っていう感じですけど、うん、なんかそんな感じなので、行ける方ぜひちょっとシュント君とウーバーワールドさん
ね、あの俊斗くんきっかけでウーバーワールドさんのファンになった方もいらっしゃるし、そういうのもね、ぜひいいんじゃないかなって思ったりするんで、ちょっと見に行っていただければなんて思ったりいたします。ちなみに7月29日と30日にウーバーワールドのスタジアム公演開催して、その1日目の模様を収録したっていうことですね。はい、俊斗くんがね、行った時も私たちベスティーとしてもすごくね、盛り上がりましたし、あの辺でなんかどんどん垣根みたいなものが取っ払われていく感じがどんどん加速していったですし、ね、ミュージックステーションに俊斗くんがウーバーワールドさんと一緒に出たっていうのも、このタイミングで俊斗くんが切り開いたなっていうところを感じた時期でもありました。まあその後でいろいろなことが起こって、さらに垣根がね、取っ払われていく感じになり、まあ、取っ払われてもいったし、取っ払っていくしかないっていう状況になったっていう、どっちの意味合いでも取れますが、まあ、そういうことになったんですが、結構ここって大きかったですよね。うん、まさしくね、っていう形でね、まあ、本当にお世話になっていますし、リバラロックでエヴァーワールドね、聞いたりも一回してるんでね、むちゃくちゃパワーあって、すごく思いが強いバンドでしたよ。うん、いや本当にだからファンがすごいいるのもわかるし、男性ファンが多いのもわかるなって思いました。だから BE:FIRST もその男性ファンが増えてきてるのも、その思いっていう部分とかが伝わるからってとこもあるんじゃないかなって気がしてますからね、最近ね。続きましてジュノン君ですけど、ウォンカとチョコレート工場の始まりですね。有名な映画といいますか、作品チャーリーとチョコレート工場の主人公ね、チョコレート工場のジョニー・デップがやってるあれのウィリー・ウォンカですね。ウィリー・ウォンカの若い時の物語を描くファンタジーということでございまして、そう、なんか人間離れしているようなキャラクターではあるけど、なんかやはりいろいろとあったんだなっていうのがちょっと今見ている感じでも思いました。で、今回その映画の仕事っていうのが、BE:FIRST のジュノンに映画を鑑賞してもらうとっていう形で、だからまあ映画を見て、それでそれを語るみたいなことで、ちなみにムービーウォーカーさんのねやつ、写真がいっぱい載ってるんですけど、ウォンカチョコを食べようとするキュートなジュノンを取り下ろしっていう感じで、むちゃくちゃジュノンくんが可愛いので、これねぜひ見てください。ジュノン推しはもちろんのこと、ジュノン推しじゃなくてもこうニコニコできますよ、これは。うん、はい、ということで、夢を持つことは一歩では前に進む原動力になると思っていますっていうふうにジュノンくんが劇中で描かれるウォンカの姿に共鳴したことを告白っていうことで、そういうことですよね。ザ・ファーストの時のジュノンくんがそれこそ就職内定が決まっていたけれど、ザ・ファーストを受けたっていうところでね、それもあったんで、そこの部分、夢を持つことはっていうことでね、ジュノン君いないと BE:FIRST 成り立ちませんからね。ちなみにこのウィリー・ウォンカの若い頃の話ですけど、ハリー・ポッターシリーズのデイビッド・ヘイマンっていう人がプロデューサーをして、パディントンシリーズのポール・キングが監督と脚本っていうね、パディントンはクマちゃんのね映画ですね。ハリー・ポッターもパディントンも好きなので、これは期待できるんじゃないかなって思っていますけど、ちなみにもうウィリー・ウォンカはティモシー・シャラメさんっていう方がやってますね。まあ、若い頃の話だから当然ジョニー・デップではないかというところになりますけど、これってもうジュノンファンの方は知ってるのかな。なんかハリー・ポッターシリーズが大好きで、小学生の頃から大好きで、中学校に入学する頃にはホグワーツが手紙が届かないかなと思ってたくらいっていうね、可愛いですね。公園で木の棒を拾って杖の代わりにしてみたり、ノートに呪文を書いて覚えたりしていましたっていうね、結構ガツリとハリーポッターファンっていうか、あれですね、ハリーポッターオタクと言っていいぐらいのあれですね。なんかジュノン君がクールな感じなんだけど、結構そのね、まあ AAA のファンでもあるけど、この私たちもオタクなわけだけど、彼のそういう実はオタク要素があるっていうところって案外すごいあってね、そこってギャップではあるんだけど、実はジュノン君に共感できる部分ってその辺だったりするんですよね。結構ハリーポッターとこうリンクさせて
このチャーリーとチョコレート、ウォンカとチョコレート工場の始まりの話をそのハリーポッターの話とリンクさせて語ってて、がっつり結構映画オタクみたいな感じのところを感じて、これはまあ嬉しいですね。私も結構いろいろなものを例えでいろいろこう連動させて語るタイプでもあるので、ちょっとここはいいなと思いました。なんかあれですね、あと緊張しないチョコレートや人見知りをしないチョコレートが欲しいですねみたいな感じだったり、なんか人見知りで静かにしていると第一印象で不愛想だと思われてしまうかも、人見知りしないチョコがあったら嬉しいなとにっこりみたいな、まあジュノン君もね、まあ7人揃ったりする場合とかだと基本的に他の子らが喋る感じにしてるパターンって多いっすよね。あとソータと竜兵に片付けをする気持ちになるようなチョコをあげたいっていう竜兵のものだと思われるものがあちこちに散らばっていたりする。ソータに関しては自分のものなのに自分のバッグにしまわないで人のバッグの上に置いたりするんですと楽しそうに目尻を下げると想像できますね。しかしそうか、ソータ君と竜兵君、まあそうですね、結構前々から言われたりはしてますよね。竜兵君もそうだし、ソータ君は相変わらず謎ですね自分のものなのに自分のバッグにしまわないで人のバッグの上に置いたりするっていう。で、映画の中でウィリー・ウォンカが歌ったりダンスをしたりするっていうところもあるそうで、そこの歌とかダンスにもすごいこうね、惹かれたっていうところとか、伝えること届けることみたいな話の意識をしていることとか、そういうこともしてます。もっと結構いろいろと書いてあるんですが、ちょっと割愛しますね。ちょっと記事も皆さんで読んでいただければって思いますんで、で、劇中でウォンカの母親の夢見ることから全ては始まるっていう言葉を支えにして前進していくけど、ジュノン君がこの一言に大きく共鳴したっていう風に言うっていうことで、で、親がバンドマンだったり、小さい頃から音楽に触れる環境にいて、ライブにもたくさん行ってた、中学生の頃はトリプル A さんが大好きでみたいな、トリプル A の話もやっぱりしますね。っていうことも言いつつで、で、自分が何をしたいのか分かんなくなる時期もあったけど、やっぱり僕はアーティストになりたいんだと心に決めた時点で、オーディション、ザ・ファーストを受けてみようって動き出すことができたって話もしてて、で、どんな些細なことでも目標を立てたり夢を持つことってすごく大事なことなんだなと、一歩でも前に進む原動力になるものだなと感じていますと、全ての物事が動き出すきっかけは夢を持つことだったと語るっていう風に語ってますね。なので、皆さんもそうだし、私もそうかもしれないけど、そうかもというかそうですね、皆さんもそうだと思いますけど、皆さんのお子様とかでいろいろ悩んでる人とかいたら、ちょっとこのインタビューとかね、ぜひ読ませてあげるとか聞かせてあげるとかするといいのかなっていうふうに思ったりしますよ。で、これはすごい大事なことだなと思って、私自身も気をつけているというか、気をつけようというか、ちょっとそういう、ジュノ君の言葉とは違うニュアンスではあったけど、似たようなことを考えていたので、多分皆さんとしてもいろいろと思うところもあるかもだし、お子様とかいたとして、その子たちにも何か通じるところあるんじゃないかなって気がします。夢を叶えていく過程ではもちろん不安や恐れを覚えることもあるけど、オーディションを思い返してみても人と比べちゃったりは焦ったり不安になったりするものですよねっていう。で、彼がジュノン君が受験生の頃、夏休み前まで自分の方がテストの点が高かったけど、夏休み明けに周囲に一気に追い抜かれたっていうので、めちゃくちゃ焦ったことがあったっていうのと、で、そういった経験があったからオーディションでは邪念を払うようにしていました。ダメだったらどうしようと不安に思ったり、誰かと比べるよりは練習をした方が絶対にいい、自分のやれることをやろうと練習に打ち込んだり、とにかく無我夢中でしたと回想するように、夢を叶える上で欠かせなかったのはがむしゃらな努力だということで、ね、ザストの時のジュノン君思い出しますね。実際その未経験で入ってきて、特にね、歌はもともと上手だったけど、ダンスに関してはね、それこそ今はむちゃくちゃ踊れるけど、当時って本当にね、大変だったのも、ザストのだってその中でも描かれてましたしね。でも本当になんかすごくクールにね、こなしていたっていうか、こなすって言い方も良くないですね。クールにそのちゃんと練習をがむしゃらにやっていたのは間違いなくあって、スカイハイもだからジュノンはそのああ見えた負けず嫌いだと思うみたいなことも言っていたのもあるし、ね、その負けず嫌いっていうところもそうだし、ネガティブな部分とか邪念っていうものを自分でこう取っ払って、あえて自分でそうしていた部分もきっとあるんだろうなって気がするし、
そこって私も実はそうなんでね、そういう部分あるんで、まあ、ジュノン君と比べるのはおこがましいから、属性が同じなだけでジュノン君の方が当然20倍も30倍の努力はしておりますけど、でウォンカの話もいろいろあって、結構その仲間っていうのはできてくるみたいなんですね。なんかチャーリーとチョコレート工場のウォンカはなんとなく一人でいたような感じもしたけど、あ、でもどうだっただろう、ちゃんと見てない、見たのだいぶ前だから忘れてるかもしれないけど、でその仲間っていう部分の話があって、で BE:FIRST の話にもなって、で BE:FIRST でチーム BE:FIRST っていうチームに関して、あの僕たちもメンバーにそれぞれ尖った個性があって、その7人が集まって BE:FIRST を築いてますっていうことと、僕たちの強みはやっぱり仲が良いところかなと思いますっていうことと、ここがねむちゃくちゃかっけんすよね。なんかこうジャンプ漫画みたいだなってガチで思って、もしも世界中の全員が敵になったとしても、この7人の絆は崩れないと思える。そういったチーム力は絶対にパフォーマンスにも現れていると思います。普段からいろんな話をしているので、全く打ち合わせをしていなかったことをやったとしても、メンバーでバシッと揃うことがよくあって、ここまでにしときましょう。はい、あのここから先はちょっと皆さんで読んでいただければというか、私の声でこれを聞かせるのがちょっとまあもったいないなと思ったんで、あのね、やっぱりこのもしも世界中の全員が敵になったとしても、この7人の絆崩れないっていうのは、これも本当にジャンプ漫画だなって思いましたね。まあ、私はジャンプ漫画だなって思いましたけど、皆さんはなんかいろいろと思うところ絶対にあるんじゃないかなと思うし、なんか抱けてくるよね。でドーム公演とかの話ももちろんしているし、あと個人的にはいろんなことをまだいろいろやってみたいですねっていうことと、今回の映画見てると音楽の伝える力を感じて、ミュージカルは魅力的だな、やってみたいなと刺激を受けましたと。絶対いいじゃんね、絶対これ合うじゃんジュノン君ね。ミュージカル、まああのあれっすよね、ミュージカルってわけじゃなかったけどね、現マーゼルのラン君とあとレイちゃん、レイコ君もね、あの劇に出たというかね、あのやりましたからね。で、りょうきくんもね、まあ何しろね、友達というか、友達、仲間に演技経験者結構いるから、ね、実はるいくんもそうだったりするし、ね、そういうところとかあるといいんじゃないって思ったりするしね。まあ何しろダンス未経験で入って、もうがっつり今踊れる人になってるジュノンくんだから、演技だって彼の努力の力でいってやっていけるんじゃないかと思ってますから。で、しゅんとくんがチャーリーとチョコレート工場が好きっていう話とか、あと、竜兵くんが甘いものが大好きなスイーツ男子で、今ちょっとスイーツせんあの制御しているけど、この映画見たらチョコが食べたくなっちゃうかなみたいな感じで、メンバー頭に思い浮かべながらみたいな、お茶目な素顔を覗かせていたいみたいなことも書いています。まあ、さっきルイくんの話もちょっとしましたが、ザ・ファーストの時のね、あの、チョコといえばルイくんでしたね。はい。っていうことで、まあ、そもそもスカイハイ社長がチョコ大好きなんでしたね。はい。っていうことで、まあ、ちょっとね、なかなか、読み応えがある、まあ、ムービーウォーカーフレスさんのね、やつで、まあ、当然全部は読んでませんし、まあ、2割も読んでないかな。とにかく、皆さんもぜひちょっと読んでみてください。非常に読み応えがあるインタビューでした。というわけで、もろもろね、今回の動画で語ったものは、あの、リンクを貼っておきますので、ぜひ、あの、チェックしてみてください。はい。では、私はいろんな動画を撮っていますので、タイトル、サムネイルで興味あるものございましたら、ぜひご覧ください。そして、すぐに情報が入りますように、チャンネルの登録をお勧めします。では失礼します。言いたいことは今日言っておく。街角の語り部グランパンパースでした。